皆さんこんにちは、渡辺ルビージです。では今回はゲレンデ呼ぼうアクシズの教育レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。北京攻略戦今始めてまして、敵も増援、そして味方も増援を送り合うという大攻防戦を展開しています。早速この北京の大攻防戦からプレイしていきましょう。まあ、最初のこの北京の攻略に関してはね、増援の送り合いになる中、どちらが先に尽きるか、兵力が尽きるかっていうのがね、戦いの勝者を分けるところになると思いますので、しっかり生産して、しっかり増援を送っていきたいと思います。まあ、ここは撃破されるのを覚悟の上で反撃も行ってですね、まあ、しっかり敵を削っていきます。富士急の変幻感情は？アダム、何言ってるんだ？富士急の変幻感情は元気なんですかね？確か、こんなネタの会話あるんですね。落ち込んでるって言ってたな。変幻感情が言っていた。あの人も来てませんね。富士急の、まあ、ほっときましょう。会話ですかね。レベル将軍が落とされてしまいそうですね。ちょっと残念かな。ギリギリ1ミリ残ったかな。1ミリ残ったので退避させましょう。ご指示をお願いします。さあ、では引き続き北京攻略に向けてしっかり準備を行っていきます。お金も、まあ、正直底をつき始めているところではあるので、北京攻略のみに全力を注いでいきましょうか。で、撃破されて戻ってきた人たちをしっかり配属して北京にもう一度突入させます。まあ、ティアンムなんかも戻ってきてますからね。この辺りをもう一度入れ直しましょう。で、それと同時にですね、インドネシアの制圧完了してますので、今度は東南アジアですね。ここまで進行しましょう。まあ、タイ、ラオス、ベトナム、ミャンマーとかね、この辺りになると思います。なので北京含めアジア一帯、特に東アジアから東南アジアにかけてですね、奪還作戦を展開していきます。まずは北京か。敵の数がまた増えてますね。なんとか消し切りたいところなんですけど、敵も増援が多くてなかなか完全な封じ込め、がね、できてないっていうところなのかなと思います。一度部隊は引きましょう。このまま行くと残念ながら再び敵に押し返されてしまいそうな気配がありますね。北京は相変わらず部隊を送り込んでるんですけど、勝ちきれないですね。このままジムが完成するまで押し問答になるのかな。まあ、全世界の中から、まあ、強力なユニット、特にフライマンタですね。これを北京に集結させているんですが、なかなか落とせずにいるという状況です。一方、インドシナの方は確実に取れそうですね。インドシナ取ったら、インドシナ取った部隊を、この後北京に一気になだれ込みをかけていきましょうか。敵エリアに侵入しました。まあ、ここはあっさり取れると思いますので、大攻勢を仕掛けていきましょう。ここは問題なく取れるかなと思いますね。まあ、多少の損害が出たとしても北京救援のためにもここは取りましょう。サイドセブンで行っていた新型モビルスーツの稼働テストは終了しました。結果は良好で、すぐにでも実戦投入は可能だとのことです。 RX75 ガンタンクは砲撃による前線部隊の援護を目的とし、高い火力を備えています。RX77 ガンキャノンは中距離支援を得意としており、前線部隊との連携によって高い戦果が期待できます。そして RX78 ガンダムは我が軍の技術の粋を結集して作り上げた多用途モビルスーツです。多少の攻撃を跳ね返すルナシタリウム製の装甲とシールド、
ハイパーバズーカ、ビームサーベルなどの強力な武装、戦艦並みの火力を持つビームライフル、稼働テストにおいてあらゆる点でザクの性能を上回る結果を記録しました。これらのモビルスーツが量産されるようになれば、連邦の勝利は確実なものとなるでしょう。かつて我々を苦しめたモビルスーツが今度はジオンを苦しめることになる。これが戦争だ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。まあ、これで開発部の報告をご覧になりますか。実際にね、配備できるというところですね。プロトガンダム完成です。開発部より新兵器の開発で開発プラン来ましたね。新しい開発プラン確認しておきましょう。陸戦ガンダムが来たかな。早速確認します。陸戦ガンダムですね。投資2000かかるか。やりましょう。ちょっと追加資金はさすがにどうにもならないので、このまま行きましょう。マゼランも後回しですね。では補充をかけて、この東南アジアに展開した部隊はそのまま北京になだれ込ませていきます。北京の大攻防戦がまだ決着ついてないですからね。ゴックが出てきましたね、敵はで、ね、こちらはまだジムすら開発できてない中ですけど、敵はゴックが出てきてます。 V 作戦は終了しました。しかしその研究成果をジャブローに持ち帰らなければ、 V 作戦の目的は達成したことにはなりません。ペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースをサイドセブンに派遣し、試作機と開発データの回収をお願いします。ガンダムのアニメスタート地点のイベント始まりそうですね。終了した開発プラン確認しておきます。デブロックですかね。まあ、本当に今まだ激戦を繰り広げている中という状況ですので、まあ、このまますべての部隊をですね、まあ、なんとか北京に送り届けて北京の制圧、これを完了させていきたいところなんですけども、まあ、苦戦をしているという状況です。ガンダム、ガンキャノン作れるなら作っちゃおうかな。で、余ったお金が全くないので以上ですね。そろそろジムの開発プランも来てもおかしくない段階には来ていると思いますので、イベントのタイミング的にはサイドセブンから情報を引き上げた後なのかな。まあ、いずれにしても北京の攻略は何としても完了させましょう。では RX シリーズ回収計画発動です。回収計画を開始します。ホワイトベース艦長パオロカシアスに直ちにサイドセブンに向かうよう通達します。はい、では RX シリーズ開発計画発動したところで、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、まだ北京攻略やってるのかというお叱りもあるかと思うんですけど、北京の大攻防戦、次回これの続きをまたやっていきたいと思います。